マイナビオールスターゲーム2024のせパリオリーグの最後の一人を選ぶプラスワン投票の結果が17日に発表され、セは DeNA のドラフト1位、渡来高輝外野手、パは日本ハム、水谷まどか外野手が選出された。パは水谷が 38,410 票で1位、2位はロッテの外で 31,843 票、3位は9,627 票で西武の竹内夏明だった。またホームランダービーの出場選手8人が半投票で決定。パリーグはマンパ中世が最多で 31,403 票、その他に近藤健介、チーポランコ、中村拓也が選出された。打点を休めるね。プラスワンやっぱり水谷か外お休みできておき。外休めてよかった。外休めてほんとよかった。年屋も休んでほしいな。外とか竹内もイネロとか候補もいたが、やはりハム評価、まあ水谷も納得だが、むしろ何でもイネロじゃないんだよ。エスコン開催だし、日ハムファンが頑張りそうなのは分かってただろう。ポランコホームランダービーか、昔レアードが優勝してたな。地味にホームランダービーに山川選ばれてないのはロタ WWW。コロナ流行ってきてるね。オールスター気をつけて。